したっていうか、え、3時に入れてなかったっけ、できなかったっていうかね、1時ぐらいにねやろうと思ってたけどね、あの過ぎてた、起きたら初見じゃないけど、あ、2日目ありがとうございます、イシケンマシンさんありがとう、ふぅーん、こんにちは、こんにちは、お仕事頑張ってください、受験3時に来て、今日誕生日です、お、ごま団子さんお誕生日おめでとう、よっよいしょ、ごま団子さんおめでとう、おめでとうございます、おめでとう、休憩始まる前に見てみれました、仕事頑張れます、お頑張ってください、セカンド広島当選した、やった、ありがとう、前から3番目の席で見てる、学校、学校の話、前から3番目ってめっちゃ近くない、風邪ひいてさっきまで寝てました、あら、お大事に、今からセットマイク、お、セットマイクか、16時から、グッドイブニング、休憩時間に見てみる、自転車がた、イエーイ、この時間珍しいね、そうなんだ、1時だと見れなかったから嬉しい、おお、学校行こうか迷ってる、あら、やらない後悔よりやる後悔って言っとったけん行った方がいいかもしれない、こんばんは、テスト全部終わった、お、お疲れ様、おうちのりょうたんありがとう、スノードーム、オルフレさん花束ありがとう、こんにちは、バイト頑張れ、こんな時間に、そう、こんな時間にね、おやつな、いいな、最初ね、菊池さんありがとう、コケタニくんバラありがとう、最初なんかね3時にね、一蘭いいな行きたい、さっきカレー食べたんよね、休憩時間に配信、おいえ、3時でね配信するけんね、お菓子作りをねしようと思ったんよ配信で、でもちょっとね、そう、あのね、やめたそう、声聞きたくてありがとう、ケンさんありがとう、アイスやってよやればよかったですそう、材料なかった、あの買ってこれるのがね、買ってくるのがめんどくちいって、お昼自分もカレーだった、おーすごい、一緒や、ラムドさん、ケンちゃんありがとう、え、ケンちゃんって言ったの、ケンさん、一緒にチーズケーキ作ろう、えー、すごい、チーズケーキ作れるんですか、握手当たりました、イエーイありがとう、土鍋弁当の衝撃懐かしい、したいんよ料理配信、めっちゃしたいんだけどさ、料理配信めっちゃしたいんだけどさ、なんか結局ね、握手券めっちゃ当たった、本当ですか、
あんな冷やせます。今日は何リットル水飲んだ？全然飲んでない今日まだ。雲が広島の感謝枠決定ありがとうございます。最近 STU で料理配信流行ってますかね。みんながしよった気にしたかったんじゃけどさ。クレシンジさんありがとう。ちょっとすごい広島さすが。広島すごい。ケンさんありがとう。熱出て学校、あみんなお大事に。大丈夫？3時なのでお昼寝してきます。あらかわいいどこに書いてある感謝枠？なんかエゴサしたら出てきた。感謝枠決定メンバーとあったら見れるのに。あれまだ発表されてない。あれじゃあ誰ってこの人どうやってこの人やったの？まだ発表されてないの？書いてあるよ12月。あうん、まだでしたいつかいつか。ムノズさんありがとう。広島行きたい。来てほしい。こんにちは。もごめ返信した。ありがとう。東京の券は取ってるので行くね。ありがとう。未知の得意料理はカップ麺。はい。今日はギター弾いてましたよ、さっきまで。なんていうワードで、英語サーチ。今村美月。って検索。検証さんありがとう。5時頃には出ると思う。夜通りしようかしらね。2月の大阪当たったんで初握手お願いします。お、ありがとう。一瞬だけ握手いけそうな時間とか申し込んだ。ありがとう。みちゅって実は頭いい説。なんで実はって。また海外出張なんで配信で日本感じに行きました。海外出張、日本っぽいものあるかな。日本っぽいもの、なかった。落選したの？挨拶しに来ました。挨拶しに来た。やっほー。ゆっくりできてる。超ゆっくりしてる。芋すのふぐ刺しとうどんのかけ声よかった。ほんとありがとう。みちゅキャプテンめっちゃ可愛かった。イエーイ。いやいやいや、お仕事頑張って。みかん食べながら配信見るの最高。いいね お仕事頑張って。恐怖、そう、授業わかんなすぎて逃げてきた頑張れ。私はね、このね配信の後にあの情熱大陸を見るから楽しみ。ちょっと楽しみでワクワクしてる。大学早く終わったから配信見てる。お、めっちゃ空の音がする。ゴーゴー言ってる。これ空の音聞こえます？すご
広島、おー楽しいね。飛行機の音違うよ。昨日広島雪降ったってマジですか？うん、最近よく雪降ってるよ。飛行機じゃなくて飛行機なのかな。ケンさんありがとう。ちご大福さんありがとう。いや雪いいな。でもね積もってないけん、降るだけだったけんさ、積もってほしいな。48社の夢力、お、どうですか、どうでした。陽平くん、誰もありがとう。風邪ひいてない。雪合戦したい、楽しい。不眠症、ヘビロテで聞いてる。何を、積もったらやっぱり投げちゃう。うん、投げない。私は埋もりたい、埋もりたい。カズヤくんありがとう。あ、夢力ね。明日のイベント楽しみ。お、自分もちょっと部屋の掃除もした。ちっとね、雪食べるの？いいね。あのね、ギターでね、予約したクリスマスを練習したんですよ、さっき。そしたら結構ね、いけそうだなって思ったんや。じゃけん、ちょっとクリスマスまでに完璧にしたいなって思って。こんにちは。クリスマスさん。公園あるんですけど、あの陸上公園でも、なんでもね、配信は夜できるけんさ、夜の時にできたらいいなって思う。聞かせて今すぐ。なんで、なんで今すぐない、今あんまり弾けんよ。今は家庭、ホーポン00133ありがとう。夜配信もありますよ。そうそう、今村さんと。楽に弾いとくね。本番あの25日にいい感じになるために。待って待って、サビだけ弾く。
まだね、弾いたことないんだね。コード見ただけ、さっき。かーかーがむずい。1、2、3。かー、こうか。初めてのサイレンナイって感じです。あとノエルの夜とかもできたらいいなって思いました。クリスマス曲メドレーできたらいいかなって。こんにちは、つーもさん、けんさん、えがぐりさん、ありがとう。ギターはね、弾けんよ。なっちゃん、ありがとう。バイバイ。トログ説？私？直也くん、ありがとう。この曲、え、美和さんってショートなんですか今。この曲さ、CM ソングだったよね。ようやくしたクリスマス、僕たちのニュースね。元気だよ。握手券をね、握手券、今日2時がさ13時までだったからメール送ろうと思ったんですけど、起きたら12時50何分だったんよ。曲の名前は予約したクリスマスです。予約したクリスマス、なんか弾けんかな。クリスマスはね、メンバーと過ごすよ。会いたすぎてあと何枚撮るべきか迷ってる。嬉しい。おはよう。二度寝しか愛せない。本当？起きたら1時前とか僕と同じ。イエーイ。一緒だったらいっか。あれこれはアコギの歌じゃないね。傷ついても傷つけても本気で会えばあるほど気づかないんだ。 No way
やこれはね3個ぐらいしかねコードがないしねめっちゃ簡単なコードだった。上手に聞こえたね。でも面白いね。アコギの曲じゃないかもしれない。だってね違うんよ、上手くなってない。こことね、しかも簡単弾きでこのコードとこのコードとこのコードしか使ってないですもん今。そう上手に聞こえるだけ。だってね全押さえがないからさ、こういうF コード、こういうのがこの指全部で押さえんといけないよ、これ弦を長かった弦2本、このここの指2本のこれと3本の123とここの3本の123、これだけだった弦。そう騙した。これ簡単だった。そう。簡単なやつないかな、他に。ゆうさんありがとう。またあなたのこと考えてた。コードがないやつもあるんよね。そうクリスマスがいっぱいねコードがなかったんよ。なさげ。またあなたのこと考えてた。流れながら何かしてないとそいつの何か同じ景色に迷い込むのどうにもならないと分かっているでしょう。ちょっと音量下げてください。そんな自分をノエルの夜はあった。どうですか今ジリジリしてます。ラインライブでアシの生中継やってるみたい。うそ、タクノさんありがとう。いい感じ、声近くなった。なんだっけ、何に手をつければいい。絶望の中に光を探す。どこかに君がいるんだろう。もう一度それでも未来へ
これいい感じ。ありがとう。この変わり果てた分かった。待って、チリの方ありがとうございます。うまくない。この変わり果てた、この変わり果てた大地の空白に言葉を失って立ち尽くしていた。かずまるくんありがとう。スペシャルゲスト、きくさ、ゆうさん、たくぞさん、ありがとう。しのっちさん、あきらさん、冷凍こぼるいんさん、ありがとう。いい感じ。あおさん、ありがとう。楽器始めたくなってるね。クロッキーさんありがとう。そう、お父さんにね、せっかくギター買ったのになんでしてないんって言われたけんね、また練習しようと思って。クリスマス近いしね。なんだっけ、憎しみは、憎しみは連鎖する、だから今立ち切るんだ。この世界で流れ落ちる「みんなでわかる」
ゆうさん、コモルニさん、かずやくん、ありがとう。見えた？だから今これいいね。見えんかったかな。いがぐりさん、ありがとう。これ F コードあるけど弾きやすかった。まあまあ、これいいね。涙の送料。アコギに合ってませんでした？結構そんなに？パジャマと何分月明かりを道案内にこんな時間から遠くへ行くの。おはよう。朝の空を見、朝の空を見、明けて今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした、お願いした、お願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど思い通りにならない日、ならない日は明日私がもう一人一人でやりたいこと好きなように自由にできる夢、人生は紙飛行機願い乗せて飛んでいくよ、風の
しい。夢力多分ないんですよね。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つき歌えて。誰好きとかある？暗闇はないんだ。私から切り出したどうでもいい話題に紛れ込ませて、隠していた切なさと切なさとか愛しさとか伝えてみた。あなたは少しだけ止まったとしながら付き合っている彼女がいるなんて、それでもまだ気を使って微笑んでくれたから惨めになる。このタイミングで、このタイミングで、このタイミングで突然膨らませてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、そうしそうや奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何の屈託もない、夕焼けに焼けたいつこう。
てたい。すごい。これ完璧に弾いてるとこ見たら恋しちゃう頑張ろう。あのね、ユーフレットっていうね、めっちゃ見やすいサイト、アプリ、サイトがあるんですよ。ダダダダダダ。教室から何が見える？真っ青な空か雲か地平の彼方。春の風は吹いてるか？彼女はそこに、彼女はそこにいるのか？片思いの入り口。クラスが A して C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた。その興味とは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえたような、渡りを走っていたような。いつだって彼女を探そうとして、そばにいるとただの友達でも離れた分壁になってる。恋、あれ？離れた分壁になってる。恋の気配急に感じているよ。後手急に感じて。これ良い、これいいね。これ頑張ろうこれを頑張ろう私これいい感じ。もう一回やろう。教室から何が見える？青な空か雲か地平の彼方。春の風は吹いてるか？彼女はそこにいるのか？片思いの入り口。クラスが A して C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた。その興味とは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえ、いいや、またやろうこれ練習しよう。片思いの入り口ってめっちゃいい曲ですよね。え、もう50分、自分30分、3時半までにしようと思ったのに。弦張りすぎ、違うんよ。ユーフレット見て弾いてる、そう、ユーフレット見て弾いてる。
ぜ僕は今、なぜ僕は今泣いているのか、意外な感情に気づいたんだ。知らぬ間に頬に伝わる温かいもの、よ教えてくれ。この現実が悲しいんじゃないじゃない、青春が歯がゆいだけなんだ。思い通りにいかなくたって、夢は多分びくともしない。傷つくことには慣れていたけど、存在を否定された無関心に、生きる価値がないと言われたようで、唇噛むしかなかった。 ずっと全力でなんか走れない、時には歩きたくなる。僕はそんなに強くはないんだ、少しだけ休ませてくれ。何も急がなくたっていいじゃないか、落ちこぼれで構わない。群れを離れ一人でこの道をゆっくり歩いてく。おあ、すごいユーフレット、表だけ、今はね表だけで弾いてるね。裏もやるか。ラーメン？僕たちは振動だ、頑張れ。立ち向かえ荒波の彼方。難しそう、振動バット、振動バット。企業層に舌打ちをして立ち上がる。成績が悪いのがそんなに気に入らないですか。今の順位なんてよりもこれからが大切なんだ。くれないのです、ね、この先の未来は大きな海に似て、果てしない可能性、ちっぽけな小舟で沖に出る。むずい。立ち向かえ荒波の彼方。
すごい音がする、すごい音が。裏はね、弾ける。弾ける、裏ってこういうことですよね。弾けるんだけどね、弾けないんだよね。ケンさん、カイトくん、チューローさん、ヒロくんさん、アオさん、コブリンさん、クロッキさん、ありがとう。上手くなってる、ほんと？そう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 、むずいむずいそうなんです、うん、あのもうギター多分練習するだけなんで、ギター練習配信になっちゃうかも。あ、そういうことか。いいな。サニスティかき氷。ででででねね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 
最後に難しそう。やるとこ。近づく美しいあの街。ああ、世界はどこまで。
違えた。あ、世界はどこまで青空なんだろう。ここから果てまで朝をならいいのに。微笑んでてほしい、微笑んでほしい、泣かないでほしい。幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない嘘。すごい。本当に3日も。あ、本当だ。斉藤飛鳥さんからメール届いてる。いっぱい。やり直そうぜ、恋人や星を見ているか。新しい明日の兆しを、すべてを幕にしてから。感謝おめでとう、ありがとう。イエーイ、すごい。どこで見れるんだろう。ギャラリーさん、うん、意外となんか弾けるようになって、ね、弾けるようになってない？ギター私どこで見る。ちょっとね、ちょっとなっとるよね。イエーイ、上達してる。あ、本当だ、すごい。え、みんなすごい、いっぱい。うん、やり直そうぜ。おう、すごい。うん、もう止まる回数減った。おいしょい。わーい。あ
ありがとうございます。カポはめて弾いてる。そう、まだ下手だから。簡単弾きでやってるから。そうなんです。え、じゃあ3月鑑賞枠1、2、3で、マモ枠が2つ。え、すごい。1、2、3。うん、1、2、3で、ここがマモ枠でこれがあれってことか。お、ありがとうございます。皆さん書かなきゃ、書かなきゃね。そっか、みんなでやり直そうぜ。今日の6時からまた第三次受付が始まるので、ぜひ皆さん握手会会いに来てください。会いに来てください。待ってます、待ってます。お久しぶり、バッチリ撮る。ありがとう、直樹さん。クマありがとう、直樹さん。クマありがとう、りょうすけさん、ゆうさん、あおさん、あきらさん、けんさん、ありがとう。すごい。いつの間にか降り出したパウダースノー、時間を教える。久しぶりに見たかも、みちの配信久しぶり。イエイイエイ。まるでこの空の一人ごとみたい。ブーさん、ツーモさん、達也さん、ありがとう。イエーイ。全日開きますように。大阪すごいね、やっぱり。寒い夜なのになぜだか待ことの幸せ、人混みで微笑んでしまう。うん、初めて見ます。ありがとうございます。ぜひフォローをお願いします。ちゃんとメイクすればよかった。大阪、東京、広島、東京、東京、東京。え、でもマモ枠もすごくないですか？すごい。昨日も見てありがとう。今すっぴんじゃない、チークとね、リップとね、マスカラ下地だけ塗ったねえ。3月21はやっぱ先のことじゃけん、みんな取りにくいんですかね、皆さん。うー、ほんとだ、1位だ。そうそう、マモ枠すっぴんかと思ってた。ほんと？まあほぼすっぴんです。いやいやいや、3月21取ったよ、ありがとう。バチコリ。確かに。キコリさん、ありがとう。
くさんありがとう。スノードーム3月いっぱい握手会あるから難しい。確かに STU だけじゃないですもんね。 AKB さんのシングルでもありますもんね。ギターされる、あ、ギター終わりました。そう、さっきまでやってました。ね、だから。こんにちは。マイク取ろう。初めて来たけど同じ名前だった。お、みつきですか。みつさん、同じ名前だ。どうやってお代理と仲良くなった。お代理のさんと仲良くなったのは、一回ユニット一緒になって、なんだっけあれ、アンコールじゃなくてコンサートの時に一回小田やりなさんとユニット一緒になってから仲良くなりました。何回か握手して気になったのでセカンドも取ります。ありがとう、待ってます。おー、すごい。ビビたるもので申し訳ないけど見せております。待ってます、ありがとう。申し訳ないなんてないですよ。早口言葉言えますよ。うん、3時受付が今日の18時から始まるので、キャラに STU48 で検索してみてください。握手するときめっちゃ緊張して早口になっちゃうけど許して。自分ね、でも英語のリスニング得意じゃけん大丈夫早口に得意です。うんすごい、東京とかすごくない？だって30枚までしかさできんかったもんね。これさ完売した人おるんかな。感謝枠はいつからでしょうか。感謝枠は、お支払いで、この感謝枠がなくなるかもしれないからってことですよね。
私はだける憧れていたステージ B からか21日から癖とね気の中ちゃんと支払うありがとうございます嬉しい感謝枠次で全部開いたらいいなと思います。ツーショット確定で撮れる、そう感謝枠はねツーショット確定で撮れるので可愛い服を用意しとかに行けん。可愛い服用意しにゃ。うん、また夜また明日ねえ。ワンショットでいい。なんで？友達連れてく。お、待ってます。おみち、みちのサイン欲しい。お、ぜひ。じゃあ俺もかっこいい服で行こう。そうよ。俺もかわいい服用意しなきゃ。フリフリで。3月21。コメント握手会？何日でもがありがとう。ねえ、菊さんありがとう。友達と、お、待ってます。うん。よし。可愛い服買いに行こうかな今から。それではもうそろそろ壇上を読んでいきたいと思います。ツーショット撮れるよ。いきます。13位りょうすけさん。12位きくさん。だるま。11位セリアさん。10位冷凍コーヒーさん。9位イクオワイワイさん。8位検証さん。7位タケトさん。6位カスヤさん。5位ナオキさん。4位ソウさん。3位ケンさん。うん、変わった。13位セリアさん。12位キクスさん。11位イクオワイワイさん。10位ケンショウさん。9位冷凍コーリーさん。8位カズヤさん。7位ナオキさん。6位タケトさん。5位ソウさん。4位ケンさん。
3位つーもさん。2位ラララララムナさん。そして1位はドルーレアンブーンさん。2位むずい。ありがとうございます。お似てる、イエーイ。ありがとうございました。皆さんギター練習頑張りたいと思います。そして握手会も、え、すごいアバターの方がいる。ギター練習じゃない、握手会感謝枠3つ、マモ枠2つ開いてください。本当にありがとうございます。今日も16時から、間違えた、18時から6時から三次受け付けが始まるので、またメールなどでお知らせしたいと思います。今日のラッキーナンバー22はプルーテナンテンさん、イエイ、ラッキーボーイ。すごい、北海道持ってる。それではまた夜配信でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。またね。好きだよ。ありがとう。バイバーイ。また夜。イエーイ。また夜。七並べしてます、さっきからちょくちょく七並べでお会いしましょう。